にいたんだ。会えて嬉しい。一緒に晩ご飯が食べたい。たとえ普通の食事でもお店と家では感じ方が全然違うから。お店は便利だし味も保証されてるけど、家には家ならではの、そこでしか味わえない独特な温かさがあるでしょ。でしょ。だから一緒に食べよう。私がお肉を焼くね。あ、でも偵察騎士ステーキは何度も食べてきたから新鮮味がないよね。うん、どうせなら料理も高みを目指さなきゃ。思い切って人参とお肉のハニーソテーに挑戦してみよう。あー、でもあんたの厨房の屋根を黒くしちゃったら。本当に私に優しくしてくれるよね。絶対に一番美味しいのを作ってみせるから、何百回失敗しても諦めないよ。なんだかワクワクしてきたね。ここにいたんだ。会えて嬉っ。一緒に晩ご飯が食べたい。たとえ普通。お店は便利。家には家ならではの、そこでしか味わえない独特な温かさがあるでしょ。本当に？私がお肉を焼くね。あ、でも偵察騎士ステーキは何度も食べてきたから新鮮味がないよね。うん、どうせなら料理も高みを目指さなきゃ。思い切って人参とお肉のハニーソテーに挑戦してみよう。あー、でもあんたの厨房の屋根を黒くしちゃったら。本当に私に優しくしてくれるよね。絶対に一番美味しいのを作ってみせるから、何百回失敗しても諦めないよ。なんだかワクワクしてきたね。